ということで、ちょっと西村君を呼び出してみました。はい。まあちょろっと話したんですけど、そうですね。ね、僕たちほら夏の企画でファーストテイクをやれと指令を受けたじゃないですか。はい、夏を制するものは YouTube を制する。っていうことで、うん、彼女がもう先陣を切ってもうイノシシのように衝突してありますね。YouTube に対して猛進してるんですが、うん、今年の夏はなぜか我々が頑張らないといけない。そうそうそう。そんなんさ、俺たちのファーストテイク見んねやったら、うん、普通に美咲ちゃんのファーストテイク見たい。見たい。なんかあんたらがやった方がおもろい。いや、おもろいというか、うん、なるほど。需要あるっていう話。需要はないと思う。あるそうにはあると思う。うん、ただ、広がりのかけら。それ一回見ても終わりやん、うん、再生数もいかないし、うん、新規は獲得絶対できない、うん、誰なんこの下手なおっさん二人ってなるから、うん、でファンの人たちは一回見てすごい喜ぶと思う、うん、まあまあおもろがると思うけど。そうでですね、はい、僕たちばっかり夏企画出てもしゃあないんで、ちょっと脅かしませんかと。なるほど。いわゆるよく YouTuber がやってるドッキリ的な、ドッキリうまいこと引っかかるる、いやアホやからいける最近僕花粉買い替えたじゃないですか。はい。音もうちょっと録音の時に気になるなっていう話をムーにしてた。それはそうですね、してましたね。そうそうそう。でそれを使ってですね、 YouTube 用の録音した、その録音テイクにお化けの声なんかを混ぜて聞かせて、うん、ギャーみたいなね、うん、なったらいいんちゃうかなと。僕が一つ懸念してるのは、うん、なんかあれでしょ、そのちょっと、うん、だ僕がお化けの声を混ぜたやつを、うん、まあ、ちょっと花粉見崩したんで聞いてくださいよみたいな、うん、それをちゃんとその場でじっと聞いてくれるのが問題。あ、そう、多分興味ないから興味持ってないよな花粉の音には。せやからなんかこう前振りとして花粉の音が気になるねんとか、あの音がこうやったらやばいなみたいなのをちょっと数日間に分けて彼女の前でちょっと話して、なるほど、ちょっとなんかじゃあこうしてみましょうかみたいな会話を聞かせといて、うん、その時話入ってこうへんくてもええから、うん、あ、そんな話しとんなこの二人みたいなのをすり込んどいてのドッキリ当日音楽が流れたら、まあ、うん、どんなことになってんのかなぐらいは聞きおるんちゃうかな。まあ、あ、言うてたな。言うてた。あ、なんか花粉がどうだこうだ言うてたな。あの人、その、お化け怖いんですよね。お化け屋敷はもう一生いかんって言ってます。西村に気球乗れ言うてんの。そうそう。高いとこ切られやいてんのに。ええやん、乗ろうや。って言うてるけど。なんか一回、なんかの企画で、お化け屋敷へ入れられて。あ、そうそうそう。途中リタイアになったっていう話、うん、なんか言ってましたね。なんかお化けの人に大丈夫ですかって言われた最終的にはお化けに出口に案内されたみたいな大丈夫ですかっていう、まあ、だから、うん、なんとなくそういうお化け素材をこっそり忍ばせておく、うん、ですね。怒られへんかだけ心配ですけどね。カメラ回ってるっちゃ大丈夫じゃないですか。ああ、カメラ回しといたら大丈夫。回しといたらもうそのイエーイみたいなのをずっとやっといたら多分ちゃんとやってはくれると思う、うん、防御としても盾のようにそうそうちょっと期待してるところもあるんじゃないですか。あの人今まで逆になんで仕掛けてけえへんの的なことがあるんじゃないですか。そんな人なんかな。来いよ、もっと来いよって思ってるかもしれないです。なるほど、うん、でも多分ギャーギャー言うと思いますよ。ああ、まあそれをどんな反応になるか、どんな反応になるか、うん、それを我々がちょっと、はい、いつぞやのスタジオで頑張ってやってみましょう、うん、そうですね、ちょっと伏線は張ってあるんで、はい、お化けの話は別にしないのがいいんか。まあまあどうやろな。まあ話の流れ上さ、うん、あのこういう季節やしさ、まあ、よくしますからね、うん、その肝試しを行ったことあるとかなんか、うん、もう OK です。頑張るぞ頑張るぞ。もう結果はもうこの後出るんですかね。そうですね、この後流れるんでしょう、この流れ的に。なるほど。じゃあもうどうなったのか、皆さん乞うご期待、乞うご期待。いや、買い替えたっていうか、セカンド、うん、あのなんか
花本教室とかやるときにええかなと思って。忘れした。なるほど。うん、まあもうあってんけど、あとなこの花本のなんか音がちょっとあれ前のとちゃうよ、うん、シャリンとしてる。そうやね、だからちょっとミックスな、ちょっとあの一回さっき聞かせてほしい。ちょっと早めにミックスして、こういうのどう、こういうのと大丈夫、その音の違いが、これ前のが、あの、あれちょっとローが出る花本やん。これと同じ種類の2種類やん。で、あいつが片方で、こいつがもう片方で、うん、で、こっちはパキッとしてて、あの、ハイが出てるタイプ、あっちはローがふくよく出るタイプで、俺はずっとあっちを使っててんけど、うん、使ってるマイクは一緒なんですか。使ってるマイクは一緒。藤原さんも心配やな、シアル。そんなに全然心配。シアルも全然心配。照明の話やってるから。花本とか別にそんな何よりも心配やで、今私の人生上一番心配。何よりも心配で今私の人生上一番心配。あー、それな心配はない。だから頭のドレスも全部切ったから、いきなり始まるの。全然さっきそんな話できへんかったけどさ、あの今のガチャとか最悪や、最悪や、絶対最悪や。写真もだってさっきだ、そんな言い出したらさっき絶対豪太くん2人おったし。じゃあそれはなあかんねん。そう、勝手に自分でホラーにしてさ、自分のミスをさ、じゃあもう今のガチャが幽霊なやとしたら、うん、さっきは豪太くん2人おった。私はお辞儀した人は絶対豪太くんやった気がするのよ。本当に似てたから。あ、もう夏やからやめよ、そういうの。赤に来た。赤無理無理。あ、え、ジェットコースターは大好き。そっちは行けんの。大好き、最高、大好き。行きたい、みんなで乗りたいぐらい。じゃあなんかコロナ終わったさ、遊園地行く行く行く。だから私言ってん、気球も乗りたいし、なんやったスカイダイビングするしてみたいのに。だからそれやったら俺らがそれするから、あんたあの、いえー、あの、まあ、そうや、なんちゅうの、あのリアルお化け屋敷から。無理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 、気絶するよ。無理よ、無理無理、全然使えないよ。喉が終わる、一生打たれへんから。はっはっはっ、ムーには、うん、あのなんや、気球に乗れや、うん、スカイダイビングをせえや、うん、言うといて、うん、自分は遊園地のお化け屋敷すら嫌や。それはもう私の喉がかかってる。俺が全力でお化け屋敷のコラボ先を探してくれやんめっちゃええとこで動画撮らせてもらえる、ね、お化け屋敷は俺好き。おだから例えば3人でなんかそういう平場か知らん、ゲリバか分かんないけど、で、なんか罰ゲームで負けてジェットコースターになりましたやったら乗る、うん、で、そうなったらあんたあれやで、お化けしか入らない。いや、目が開け取られんのよ。で、それがもう開け取られんの。開け取られんの。それ、それでっかい目ん玉開けとけや。ギュってずっとつぶってて成立すんやったらもう頑張るけど、それでもギャー言うてるけど、ギュってもうしちゃってる。もうだからギュってつぶってたらもう前に進まらへんからさ、ずっとそこにおらない。歩くやつ、うん、そうそう、もうそうあかんって。一人で入って、せめて乗らして。で、あの乗らしてよ。声の録音だけしといてもらって、僕ら出口で。いやいやいや、それはもう一生出てこられへんから。私ゴープロってよくだ。ゴープロな。いやいや、ブブ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 ブ、一生出てこへんで。ずっと一生ライブできへんで。どうする？一生無理。一生待っとく。いや、もう無理無理無理。そんな謎の熱さいらんから、そこ。今日はムスビートラジオの収録です。もう ちなみに今日それスピーカーと来てたりする。
ドライブのやつをそのままつなげれば。あ、マジ全然。今聞きます？うん、聞いときたいな。うん。うん、なんかちょっとミックスが違ったらちょっと放送してもらう。そんな変わん。思ってるより変わんない。あ、もう変わらん。そんなに言うほど。シュガソングでやってくれた。いや。順番的にヒデが先やから、そっちが手っ取り早いから。この花粉確認をって。そうです。まあ、このスピーカーでどうかっていうのはありますけど、ね、フラッ、一応フラットで聞いてもらうと。はい。しくなるでしょう、ね、何にもないってこと、そりゃ何でもありってこと、君の行きたい場所へどこでも行ける泣いてる泣いてるドッキリ大成功バウ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 そんなにそんなに途中から変な声なくしてる怖いバウバウどうしたのそんな今のお気持ちを今のお気持ちを怖い怖い一生懸命セットリスト考えとったのにもういやほら夏を制するものは違うね制し方がいやいや違う違うやっぱほら僕らだけね
フィーチャーしていただいた。手震えてんねんけど。ファーストテイクでフィーチャーしていただいたから、ちょっとこれ藤原さんもフィーチャーしないとっていう。おかしいと思って、なんかこんなタイミングでカホンのなんかカホンのことめっちゃもうめっちゃカホンのことばっかり言ってと思って。うるさいなと思ってた。そんな後にしたらいいのにと思って。まあだいぶ前から言ってたろ、カホンの音があって。言ってた。俺も、うん、もうだいぶ前からカホン変えてんとか、カホンの音がとか。あん時から。ちなみに中のカメラもずっと回ってたんで、めっちゃ怖かったな、そのリアクションも全部。なんか通行ラズメ入った時から、なんか息の変な息聞こえると思って、でもなんか耳鳴りかなみたいな思って、なんか変な、変なとこ、一旦閉めてください。変なとこ、一旦ちょっと、はい、はい、ドッキリ大成功、はい、ドッキリ大成功って言ってください。ドッキリ大成功。はい、藤原怖いの好きって前も話してたやん。髪の毛抜けた。僕はやめとけって言ったんですよ。僕もやめとけって言ったんですよ。声が出えへんくなってんねん。もうむっちゃ急に朝一でこんな叫ばして。そんな叫んでた。叫んでた。あんま聞こえてなかった。いつからやったの。ムーから持ちかけられた。おかしいな、おかしいな。それはほんまにおかしいな。そんな時やった。先週なんかね、僕たちばっかりがこうファーストデイとかで持ち上げられるのも違うんじゃないかと。私の2大苦手言いましょうか。はい、はい、ナンバー2ね、まず2位からね。2位から。ドッキリ。おお、うん、ナンバー1、うん、お化け。どっちも入ってる。なんかハイブリッド、こんなんいらない。なんか去年の夏あんなにこうみんな出ずっぱりやったのに、今年の夏僕らだけ出んのもな、うん、いいの。藤原さんの動画を一個作らないかんよねっていうとこから。なんでこうなったの。なんでお化けとドッキリになるの。おかしいやんか。そうやったらもっとなんかおしゃれななんかとか。おしゃれなドッキリある。なんかわかどうでした。でも実際ほんまに全然気づかんかった。気づかんかった。だからなんか申し訳ない。今振り返ったらなんかほんまに気づかんかったから、なんかそんななんかオーバーなリアクションみたいなの取れてないから、多分ね。でも出てこようとした。したよ、それしたよ。もう明らかに怖かったからね。なんかもうザーって貞子みたいな音聞こえてきて。ああ、でかもっと、ほら声どうすんの。いや大丈夫大丈夫、これでこうプルンってひっくり返して、まあ、プルンって。あ、出てる出てる。おー、まあ、だからカホンのミックスナーズをまだ1秒もしとりません。なんかな、金物がやったらキンキンすんなとか、カホンとか言う前に金物じゃとか思いながら、私はこう仕事しとったよ。そんななんかもうスーハースーハーみたいなの聞こえてきて、通行ラスミック聞こえてるんでしょうたら。あ、そう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 。もうすごい怖怖怖。良くないですよ。人をびっくりさせるのは良くないです。本当に。でした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 。